はい、伊勢より上さんの賞は、サイズの方が27センチです。お願いします。はい、今年は大活躍の伊勢さんの昭和です。国際用具品評会で何度も申し上げますが、全体総合獲得しました。同じ系統のものを今回ご用意いたしました。厳選し選びました。その中からどの鯉がですね、秋の品評会で優勝するか、今の段階では全く想像もつきません。もちろんこちらの鯉すべて任意のお預かりとなります。発送してお聞きされるお客様もあるかと思いますが、今回のこの飼育はですね、30センチ前後のものをご用意し、35センチから40センチぐらいになればなと思っております。大きくする目的ではなく、仕上げて皆さんで楽しんでいきたいというような企画をしております。すべて同条件で飼育します。映像だけで分かりづらいかもしれませんが、この映像をしっかり見ていただいて、どの鯉がトップになるのかご想像してください。はい、正面です。はい、サイドですね。質の感じ、際の感じも見てください。ここです。そしてお腹の方ですね。肛門などを見ていただいてですね、オスメスの判定なども動画でしていただければなと思っております。なかなか難しいと思います。実際しかしながら、これをでトップを取られるということはですね、より今回の眼力王の中でなかなか難しいことだと思いますが、雰囲気など恋の感じなどでそれも掴んでいただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。こちらサイズの方が27センチになります。ぜひよろしくお願いいたします。